うららちゃんは立てる、絶対に立てる。立てるのかな。さあ頑張れ頑張れ頑張れ、うらら頑張れ、よし頑張れ、さあうらら頑張れ、うらら頑張れ、うらら頑張れ。春休みから会社の研修だぜ。早くない？社会人楽じゃねえな。いいよな大学行くやつは。本当だ、おめえ遊びまくりじゃん。バカ、就活見据えて真面目にやんねえと。それ4年後だ。そうだよ、俺は将来を見据えてんだよ。そしてでも俺も派遣切りされねえように踏ん張んねえとな。こいつ絶対派遣切りされる、間違いない。うるせえよ、まだ何なんだよマジで。あ、おめえら何なんだよ。あ、ヤンキー続けねえのかよ。何勝手に慌てんだ。これ何言っちゃってんの。もう卒業だろ。喧嘩で飯は食えねえぞ。だからよ、そんなあっさり捨てられんのかよ。ああ、なんで頭湧いちゃってんじゃねえの。脳みそ湧いてまーす。ついてけねえよ裏切り者が。誰が裏切り者なんだよ。おめえだけだぞ、何もやってねえバカは。バカだからヤンキーなんだろうが。もうおめえらなんかいらねえよ。
渋谷だ。全部ぶっ壊してビッグになってやる。学ランくん、おめえこっち来いよ。こら、黒永隼人だよ、覚えとけ。こら、のありました。服じゃなくてさ、あ、ボトム。ここらでバン張ってんの知らない？バン、ブランド系、ヤンキー。帽子なんかどう？よっちゃん先輩知ってる？おお、めちゃ似合ってる。おい、改造しない？1980円。マッサージです。もう赤王子で俺ら御三家の敵はいねえ。渋谷だ、トップになってやんぜ。全部ぶっ壊してビッグになってやる。よし、あばよ。
悪いんだけど移動してもらえる？ビジネスの邪魔なんだよ。はあ？いや、もう一度だけ言うけどさ、超移動してくんない？なんで？いや、だって邪魔じゃん。ほら、行動じゃん。君みたいなやつがいると、ラキのパーセンダウンすんだよね。あ、怖い顔した。ここらのブースじゃ俺買わないよ。ここで問題起こしたら、お前この辺で遊べなくなるぞ。ほら、ティッシュやっから鼻かんで消えろ。しゃべんなよ、お前。俺と揉めたら二度と VR 歩けないよ。よっちゃん先輩、よっちゃん先輩、あばよ、よっちゃん先輩っすか？ハルト、お前今度舐めた真似したらお前半殺しするぞてめえこの野郎。すいませんでした。久しぶりだな。よし元気かよ。もういいからで、どったん？俺、我がおじ閉めたんですけど、なんつうか思いつうか、先輩の熱い思いつうか、これからの道つうか、男としてつうか、なんつうか、だから先輩だったらビッグになれるかなと思って。だから俺ヤンキー完成させようと思ったんす。そっか、よし俺についてこい。マジっすか？ブーヤ教えてやる。男あげようぜ。ありがとうございます。ぼさっとすんな。タイムイズマネーだぞ。よし、マッサージです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 、声小さい。マッサージです。マッサージ、ありがとうございます。マッサージです。マッサージいかがですか？マッサージ、マッサージ、マッサージです。マッサージです。ありがとうございます。マッサージどうですか？マッサージです。わかった。よし、目見てハートで話すんだ。よし、よしマッサージです。マッサージだわ。マッサージだ。マッサージです。マッサージです。マッサージです。マッサージ、マッサージだわ。マッサージだ。もらえ、おら早く大きな、もらえ。マッサージです。マッサージです。おい、もらえ、おら、マッサージだろ、マッサージだろ。マッサージです、マッサージです。どうぞどうぞ。おめえ今ニコ巻きしただろ。きてえな。気をつけます。ニコ巻いちゃダメって禁止事項にも書いてあんだろ。おい、ズルしてんじゃねえよバカ野郎。ああ分かったよ、今日は言わないでおいてやるからさ。だけどさ、もっと自分の仕事にプライド持とうよ。じゃないと俺みたく上に上がれないよ。もうお前はできる男なんだからさ、今やんないでどうすんだよ。 OK。
若いやつには、プレッシャー与えないと。おいおい、てめえ何がそんなのふてってんのかよ。来いよ、来いよ、来いよ。いや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 、いいから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 落ち着こうぜ。あんな射程殴っちまえばいいじゃないですか。舐めてますよ、先輩のこと。ハヤト、お前何も分かってねえ。組織のビジョンを達成するには人材の育成と管理を長期的視点で戦略的に行うんだ。この島のビジネスはさ、俺が取り仕切ってんだ。レスポンシビリティのねえやつをいかに使い、ポケットティッシュを真っ赤のコンピタンスが俺に問われてる。ここで実績を上げればこの街のビッグビジョンが見えてくる。ティッシュでてっぺん狙うってことですか。和田さんは言った。ミクロも積もればマクロになるって。誰ですかそいつ。偉人ですか。ブーヤ7分の1を支配するマリリンカラスのヘッドだ。お前も和田さんに会えばベクトル変わるぜ。お前この1時間でティッシュ何個配れた。11個っすね。時給33円。それが今のお前の実力だ。シノゴの言う前にブーヤの実績上げろタコ。よし。あらら、そろそろ時間だわ。この後どうするの？帰りに行く。俺なんて。俺の女。俺の女。当たってくれる？俺の女。おいおっさん、まあ俺の女何してんだ。おい。おい。お前俺のスターの、お前俺の女何してんだ。待て。反省してんのかよ。金出せ。金だ。俺早くしろ。お前誠に申し訳ございませんでした。よし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 。おいおっさん、財布貸せ。家行くぞ。銀行だよ。俺だぜ。家だけは勘弁してください。ねえ、もういいじゃないですか。バカ野郎。こいつはな、社会のルール破ったんだよ。ほんの出来心だったんです。よく言う。中で出そうとしたくせに。え、溜まってんのは分かるけどさ、法律は守んないといけませんよね。すみません。あの免許証は。はい。10万かよ、多重債務者がよ。うん。はい、お疲れ様。よくしゃん先輩、ミクロじゃ生活成り立たねえんだよ。なんか
すいませんでした。こいつ使えない。なんだドブスコラてめえ。俺の上官に何抜かしてんだよタカ。上官マイスイートハニーエンジェル。なんななんなん。だから俺の浄化の。いやだからなんで彼女にあんなことさせる。なんなんご機嫌コンサバティブ。めっちゃおかしい。照れんなって。一戦交えて疲れ気味。ペプシ飲む。おっちゃん先輩よ、てめえの女何させてんだよ。カッコつけてんじゃねえよ。はい、ナイスショット。まあそれとこれとは話が別だから。てか彼女以上未満だし。てか俺たちはエナジーでつながってんだ。てかセックスの時お金もらってるし。まさにビジネスライクならぬビジネスラブ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 ラえいトキ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 なんなんトキトキロキャン大チョキチョキトキトキトキチョキチョキどこ泊まったんだよ。高架下の公園っすね。お前俺んち泊めてやったのによ。一人になりたくて。そういう時あるよね。はい、おはようさま。おはようございます。これ今週の決算ね。ありがとうございます。タイムイズマネー。早くスタンバって。はい。おめでは17だけど。おい、こいつ頭の和田すか。和田さん誰そいつ。ああ新入りの隼人。うーん、隼人さ、これ使わねえよ。よっちゃん灰皿。はよう。
あれ、あ、こっちか。床も掃除しといて。おいおい。いい。今日はマリリンカラスのベクトル軸再検討しようと思って。意義なし。ブーヤーもデフレでスパイラルだから、フレキシブルにやっていかないと時代に飲み込まれる。そんな時代だし、わかる？あ、はい。ここんとこさ、俺らがティッシュさばいてる。キャバクラ、ピンサロ、デイクラ、マッサ、新規の顧客が少ないってさ、ストロベリーさんからクレームあってさ、これじゃケツも続けてもらえなくなりそうなんだわ。ストロベリーさん。はい、よっちゃん。俺はティッシュを巻く量を増やすべきだと思います。そういう問題？減価償却できなくね？何それ、バーカ。だって他に方法ねえじゃん。勝手に決めないでくださいよ。黙ったろ。ない知恵絞ってくれてありがとう。いや、そんな褒めてねえし。おめえマジウケる。それエロ本？バーカ。バイト代もうすぐ塾なんだけど。おお、待ってろ。早く。もうあいつ切れた？切れた切れた。切れてない。バカーン。ちょっと庄司ちゃん、俺のメンツ考えてよ。これ資料なんだけど。あ、俺配ります。おいしょいしょいしょい。はい、どうぞ。へいへい。俺のビジネスモデル聞いてもらえるかな。はい。要するに、うん、同じ島でティッシュをさばいても、うん、はいはい、そこを往来する大人って、はいはい、ほとんどニーズが決まってると思うわけ、うんうんうん、で、俺が考えた結果、うん、なるほど。つまり巻く範囲を広げるってことですね。俺喋ってんだけど。あ、すいません。なんだっけ。よっちゃん、結構うざい。テンション下がる。てか、息臭いかも。ちょっとわかる。めんごめんごめんご。でもさ、テリトリー決まってるから難しくね。そこでだ。よっちゃん、殴られてきてよ。俺が？てめえ何言ってんの、おねえ、俺は。は？口挟めだって。意味わかりませんよ。自分の立場わかってんの？俺が説明します。よろしく、どうぞ。はい。この売り場はマジやべえ。ドンタッチなんだけど、この丸9前のキャロットってチームは俺たちよりケツ持ちが弱小なんだ。つまり俺たちより下のケツ持ちのチームから喧嘩売られた形にするわけ。意味が見えないっすね。因縁ふっかけんだよ。ごたごた起こした代償で丸9前を俺らマリリンカラスに譲らせるってわけ。そうすりゃ俺らマリリンカラスが、うん、テリトリー、うん、お前量増えんだろこれな。だからなんでよっちゃん先輩を殴らなきゃいけねえんだよ。それは下っ端の仕事だよ。ラクラ。イエス。命令だよ。じゃあやめる。庄司、うん、早く決めてよ。ストロベリーさん切れっから。すいません。俺やります。あ、もしもし、あ、渡す。ストロベリーさん、丸9前の特攻決まりました。はい、死んじゃえ、はい、死んじゃえ。あ、大丈夫です。よっちゃん、ちゃんと管理してよ。警察呼ぼっか。マジメンゴ。マジメンゴメンゴ。メンゴメンゴ。おい、ハヤト。あ、ハヤト。
あやと、ありえねえだろ。わかんねえや、何もかも全然わかんねえや。あんたのとよっちゃん先輩かよ。うざいうざい。ムカつくやつはぶん殴る。頭は絶対下げねえ。どんな時でも突っ張り通すんだろうが。俺はあんたの背中見てヤンキー叩き込んだんだよ。お前さ、いつの時代の話だよ。はぁ、ふざけろこの野郎。気に食わねえなら帰れ。ほら、選別持っとけ。いらねえよ。いいからいいから持ってけ。いいからさ、持ってけよ、ジョニー。いらねえっつってんだろうが。お前もほんとめんどくせえな、お前。何言ってんだよ。もう、本当にさ、もうね、もうほんとね、ならないでね。何してんのって、ほんと。誕生日なんだろ。はい、忘れ物。じゃんじゃじゃん、誕生日おめおめ、じゃんじゃじゃん、ろうそくおめでとう、じゃんじゃじゃん。げえ、あのままフォーカスりやがった。マジで。マジかよ。最悪。何食べるよ。マジ使え。先輩。何？あ、俺の部屋何食え？
よっちゃん先輩さ、うん、明日って見える？見えるよ。どんな？のんのちゃんとヘルス嬢にしてあげて、二人でウィークリーマンションで暮らす。正直本番させるのは精神的きついし。のんのん早く18になりたいな。なるなる。うーん、のんのん。うん。あっそう。うん、やろった。おめえらが待ってまでやれたのが不思議だわ。これでマルキーはうちらのもんなんだけど。ケツボシだ。カツカーキャブロット。運転とかそろって。ティッシュ配ってんだよ。あ？おい、お前さ、落とし前つけるからよ。こっち来いや。あ？ほっし。うぜ。うぜ。マリリンカラスだぞ。あ？せやな、カロットだよね。マリから舐めてんじゃねえぞ、これ。何言ってんの？うちらオリババなんだけど。あ？あ？うら！間違えてんじゃねえや。もうわかんねえよ。何が？因縁ふっかけたんだよ。初めから計画だっつってんだろ、このバカ。意味わかんないですけど。ちょっと待って。何が？あ、ちょっと黙ってろ、お前。ちょっと待って。あいつらさ、お前オリババだとかつってたの、お前。ちょっと待ってよ。お前キャロットじゃねえし、うん？ってことはあいつら、
オリババ世間の話。何ビビってんだよ、あんなクソども。ビビってねえよ、初めから計画だっつってんだろ。これじゃ和田さんに合わす顔ねえじゃんさ。これだからレスポンシビリティのねえやつだよ。いいじゃないですか、なんでもぶん殴れば角つくし。うるせえ、勝手にやってろ、頭使えねえバカ。てめえしゃしゃんなよこの野郎。先輩、拳がすすけてますよ。オリババ舐めやがって。俺たちがキャロットが落ちたこと知らねえでよ。マリカラも食っちゃう。え、でもあそこのケツ持ちストロベリーだし、ヤバくない？あいつのバッグ枝のヤクザだから。ポッポリンリン、じゃあオッケーじゃん。ポッポリン、ポッポリン、ポッポリンリン。マリカラにも追い込みかけちゃう？ポッポリンリン、ポッポリン、ポッポリン、ポッポリンリン。スイちゃん、スイちゃん、スイちゃん、早くポッポリン買ってこい。早く行け。死んじゃう。マリリンカラスがなんだっけ？は？死ね。死ね。死ね。マジメンゴ。これだからレスポンシビリティのねえやつはさ。ほんとすいません。謝って済んだらケツ持ちいらねえんだわ。日和によってオリババにふかけやがってよ。あそこのケツ持ちスエちゃんって言って超クレイジーなんだよ。俺は殴られただけなんです。隼人が本当に監督責任書。俺は和田さんの指示通り動いただけだし。責任転嫁書。いや、そんなわけじゃ。何？まあストロベリーさんに金で解決してもらうしかねえな。お前ら財布から金出して。え？舐めてんのかよ。失礼します。なんだよ、いけにえだわ。俺がオリババの幹部にバシッと言ってチャラルにしてもらうわ。俺の LINE 見してやるよ。ヘッド超クール。さすがヘッド。よっちゃん、よっちゃん、うん、わかった。昨日はほんとごめん。仲直りしようぜ。パーティーやるから超期待しちゃってて。403号室に入ってるから切ってね。
これ聞こえる？マリーガーズの小っちゃいよ。めんどくせえしさ。はい、気をつけます。失礼します。一件落着と言っちゃいますか。よっ。ありがとうございました。うん、ストロベリーさんだ。はい、もしもし、渡す。ああ、もう大丈夫です。解決したんで。はい。解決？はい。スアのうんこたるから電話あって、マリリンカラスのテリトリー汚せって言ってたぞ。嘘。おい、俺は上に何で報告すりゃいい。あの、どうにか穏便に済ませられませんか。無理。あ、結末治療払ってるじゃないですか。まあな、てめえの方針ばっかり考えてんじゃねえ。そんな、あの、マルキューマイ奪えって言ったのストロベリーさんじゃないですか。俺はそんなこと言ったか。言ってねえよな。はい、末のションベンタレはしつけえしよ、直参動かされたら俺の立場ねえし、俺の預かり知らずってことにしよう。お前死ぬ気でどうにかしろ。俺がですか。あ、何だったら肝臓売れよ、示談金にすっからよな。岩田さん、とりあえず最善の策練ろう。あ、そうだよ、俺らマリリンカラスじゃんな。ちょっと頑張っちゃったりしますか。イエーイ、イエーイ。みんな、岩田さん、俺、おめえマジ使えねえよ。よし、やろ、時間ないよ。緊急会議、ね、緊急会議。みんなで土下座にする。でも殴られんじゃん。連帯責任ってこと？俺反対したよね。満場一致だったろ。最初に難しくないって俺言ったよね。もちろん友情ありきだから、俺自分に誇り持ってるし。
知ってんの？死ね。はあ？よくこんな街で生活できんな。うや、最高。小遣い3000円ってありえなくない？金欲しくて体ってんのか。のんのんは夢あるからさ。嫌じゃねえおっさんとか。ビル飲んでるから平気。てか知ってる？人間の血ってね、2年で入れ替わるんだって。すごくない？から25万ずつ借りる。それ現実的か？悪い、俺そろそろ。今日フリーっしょ。夢っつったけどさ。え？のんのんの夢。ナース。入ってないぞ。小学校の時に図書室でナイチンゲール読んでたら先生に超褒められてさ。かぶった今。ナースってどうやったらなれんだよ。多分だけどバイト募集してると思う。資格とかいいんじゃねえの？そうなの？卒業は？学校行ってないから無理。なんかやるせんのな。そうかな。マリリンカラスって永久に不滅だと思うよ。フェニックスって不死鳥じゃん。なんていうのかな、火の鳥みたいな。違うかな。よっちゃん何してんだろう。俺さ、よっちゃん先輩に売られたの。まあいっか。のんのん必要じゃなくなったのかな。
しよっか。は？セックス。もっと大事にしろよ。無理、絶対無理。俺殺されちゃう、絶対絶対殺されるよ。親悲しんじゃうよ。俺待てないのに期待されてんのに、もう俺よっちゃんしか頼る人いねえんだよ。分かったよ、俺に任せろ。よっちゃん、仕方しすぎ、マジチャック寸前だったって。よかったよ、声が聞けて。ご機嫌スーパーじゃあパフェだ、カツ丼。スタミナつけんの。愛してる。なんか遠くない？今日のよっちゃん。これからけじめつけに行くんだ。ごめんのんの、ウィークリーマンションの夢諦めてくれ。なんで？どうして？お前には分かんねえよ。
何これ、新しいマリカラのスタイル。何出たんすよ、むちゃくちゃだバカ。てめえが指示出したんだろ、こげ。あ、もうどうだっていいんだよ、マリリンカラスなんてよ。どうでもいいんだよ、バカバカバカ。知らねえよ。よっちゃん、品町に殺されに向かったわ。お前がボコした連中、オリババだったんだよ。よっちゃんさ、勝手に責任背負ってくれてさ、お前らはもう二度とブーヤってステージに上がれねえんだよ。おちょ、ま、ちょ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 、
うわあ、本当に殺してみっか。マジっすか。おめえらも見たいだろ。仕事見つけたわ。ダメか。金だよバカ。いいねお前。
血だらけだわ。条件だ。痛み分けにしようぜ。その代わり直さんの耳には入らないようにしてやる。おめえが強えのはよく分かった。マジリスペクトした。今日から俺たちはブラザーだ。スエちゃん。知るかよ。うまそう。ただいま。何が？
べる？痛かったんですけど。うん？もうぶやいいわ。3人だからな。3人だもん。思ってるな。